団長、脇澤美穂です。団長じゃねえじゃん。奈々美穂です。二人合わせて奈々美穂です。名前だけでも覚えて帰ってください。いやー、というわけで新年明けましたね。本当ですね、明けましたね。新年何しました？そうですね、私はお餅を食べてこたつで横になっていました。こたつ持ってるんですか？持っていません。嘘でした、すいません。内臓は私はあれですよ、家族で温泉旅行ですよ。本当温泉行ったんですか？温泉ですよ、毎年温泉に。すごい。で、日頃の疲れを癒してきたところで1月6日開幕戦にこのパワーをみなぎらせて、はい、はい、臨むわけなんですけれども、1月6日開幕戦ね、どうですか？そうですね、そう、もう初めから2人でタッグなんで、はい、タッグのベルト負けなかったからね、今年は、はい、そこも目指しつつ、はい、川勝から取って、はい、奈良井軍団の勢いをますます上げていきたいと思います。1月4日後楽園は6人タッグのベルトが新設されるということで、脇澤さん本当頼みますよ、リーダーで。はい、奈良井さんがいない分私がリーダーで頑張ります。私はまあ木村京子との赤いベルトのタイトルマッチが決まっているので、そこをねしっかり防衛して両国につなげていきたいなと思っております。七重軍団は今年も気合が入ってます。気合が入ってます。